マークスの山は高村香織の小説。警部補である郷田雄一郎を主人公とした推理小説。郷田雄一郎シリーズの第一作にあたる。1993年3月に早川書房で単行本として刊行された。後、2003年1月に講談社より文庫版が上下2巻で刊行された。文庫本家にあたっては全面開講されている。 その後、2011年8月に講談社版を、定本として新調者からも、文庫版が上下2巻で刊行された。小説の累計販売部数は100万部を超え、大ベストセラーとなった。1995年4月に、蔡陽一監督、中井貴一、萩原正人主演で映画化され、2010年10月に、ワウワウ連続ドラマ W 枠で、 上川隆也主演でテレビドラマ化された。小説は第109回直木賞を受賞。1993年にこのミステリーがすごい。1994年版国内編第1位を獲得した。南アルプスヤシャ人峠で起こった親子侵入事件で生き残った少年がその後成長してマークスを名乗り連続殺人を犯す。マークスには ある事件に関係するキーワードが隠されていた。小畜によって映画化され、1995年4月22日に公開された。映画化にあたり、原作からは設定が一部変更されている。主演は中井貴一、萩原雅人、共演は名取優子、小林年次、古尾正人ほか、監督は蔡陽一。露骨な性描写や同性愛表現。 バイオレンス表現が含まれており、R-15 指定での公開となった。映画は1997年2月に、アミューズより、ビデオ発売された。DVD 化はされていない。2010年10月17日から11月14日まで、ワウワウの連続ドラマ W 枠で放送された。主演は、上川隆也、共演は、コーラケン戸田奈をほか、テレビドラマ化にあたり、 原作からは、設定が一部変更されている。このドラマは、東坂企画が、テレビドラマ化原作権取得後、地上波のテレビ局を相手にセールスしていたが、心の病を抱えた犯人の設定が原因で、いずれの地上波テレビ局も、難色を示して長く企画が通らない中、有料放送のワウワウにて企画が成立することとなった。放送後の反響は凄まじく、 ワウワウの視聴数の記録を更新するに至った。ラストの北岳山頂のシーンは、実際は南アルプスの2300メートル級の山で撮影されたが、山梨県警警部役の大杉さざなみは、鉱山病にかかりかけ、酸素ボンベを使用して撮影に臨んだ。大杉、小木は1995年の映画化に引き続き、15年の歳月を経て、 同じ原作のドラマ化作品に出演した。ドラマは2011年6月にソニーピクチャーズにより DVD 化された。マークスの山に関するカテゴリー。ありがとうございます。